はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はステラリスガンダムモッド続きをプレイしていきたいと思います。ご覧の通りですね、地球連邦軍は順調に勢力を拡大しているんですが、この画面右側にいるボウル破壊帝国、まあ名前からして危険なところだと思うんですけど、ここが戦争を始めているというところで、いずれ一番遠いところにいる地球連邦軍なんですが、戦うことになるであろうということを想定して、しっかりと自力をつけておきたいというのと、合わせてしっかりと結ぶところとは結んでいくということをね、考えていきたいというふうに思っています。では早速進めていきましょうか。時間をね、進めていくところなんですが、まず最初に失業中のポップがいるということなんで、失業中のポップはどっかに着かせてあげたいけど、どうしようかな。とはいえ施設自体がないからどうにもできないね。なので一旦このままにして消しちゃいましょう。で、状況レポートの方の確認もしておきますというところかな。さて、ではまず艦隊の増強の途中だったと思うんですね。第二遠征艦隊、これが今戦闘力1000というところなんで、これを他の艦隊と同じ2000、できれば3000ぐらいまで上げていきたいというところで、必要になってくるのが鉱物資源と、まあ、当然お金、画面の上に出ている雷みたいなのがこの世界でいうところの通貨、お金です。831で今1ずつ増えていきます。で、その隣赤いダイヤモンド、これが鉱物資源で船を作ったりするのに必要になります。で、これが今1045で57ずつ増えていきますというところですね。じゃあ時間を進めていきましょう。今だとどうだろうな、建設船は稼働中なんで、必要になってくるところは、まあ以前もお話ししてると思うんですけど、このエイプリリーからニダトローム、ヤミザーというところに入って必要な資源を確保していきたいなというふうに思います。宇宙基地を作るんだったら次はどこがいいかっていうと、このブーンもね、捨てがたいといえば捨てがたいんだけど、前回そうか、海賊船と戦ったこの場所に関して言うと、採掘ステーションを建てちゃった方がいいね。で、影響力60を使って新しいところに勢力を広げられるというところで、今49でプラス2って出てるんですけど、これ60になったら、エイプリリーに進行していきましょうということで、エイプリリーまで建設線を進めちゃいましょう。で、造船所のところを除いておくと、ホワイトベースの2番級ですね、これを作っていきたいんですが、研究でその後特に新しい Technologies are categorized into three different fields, with each field typically having three available research options. 武器とかは手に入っていないんで、これ3番艦級を新しく作るというか設計をする必要は今はないかな。なので鉱物資源がたまったら早速作っていきましょう。新しいホワイトベース、まあ、各艦隊にホワイトベースを配備しておくというのが理想かなとは思うんで。で、研究が終わったんで次どうするかというと、サクッとできそうなところで宇宙基地の容量とかな、プラスにしてもあまり意味ないんで、新しい
研究が増える枠を確保するために楽なものというか研究期間が短いものをサクッと入れちゃいましょう。あーリーグの4も欲しかったよね。確かにリーグの4も欲しかった。まあしょうがないというところかな。なんで60溜まったんでここに基地を作っちゃいましょう。あとはそうだな、セクターで増やしてあげてもいいかなっていう感じはするんだよな。The leaders tab lets us hire, dismiss, and assign. あ、そうか。そもそもリーダー自体がかなり少ない状態になってるんだよね今。リーダーを新しく、まあ、雇っていくっていうのも考えておかないといけないかもしれませんね。でまた影響力を貯めていくという作業に入っていくので、影響力貯まったらすぐにまた基地を広げられるようにニザトロームに移籍船を進めておきましょう。でここに来て資源、まあ、お金の方の話ですがこれがマイナスになっていくっていう状態になりましたね。なかなかねお金の管理が厳しいゲームになっているかなという印象があります。ここまでのところ、制作セクターこの辺りに手こ入れしていきたいよな。セクターを追加してあげるというのも一つの手だよね。ただ鉱物資源が豊富なところを開けるわけにはちょっといかないというのもあるからな。これくらいまで広げちゃうというかむしろ上の方はバリバリ広げるっていう方がいいんじゃないの。こうしちゃって開始電をこの新しいセクターというかこのセクタープロシオンにいるんで、このプロシオンのセクターをもうちょっとね発展させてもらえればなおよしというところかな。全然話違うんですけど、パンチートって皆さん知ってますかね。ディズニーに出てくるあの3人の騎士、ドナルド、パンチート、あとホセキャリオカのパンチートの声が開始伝だっていうので、つい先日初めて知りましたね。ディズニーランドにはツイッターとか見ていただいている方はご存知かもしれないんですけど、結構行くんですが初めてそのことには気づきました。でちょっとまた話をこちらに戻して、どうする？この異性動物園っていうのを作って何かいいことがあるのかって話もあるしね。士官学校駐屯数2か、微妙だな。遺伝子組み換え居住性プラス5、奴隷の資源算出プラス5、まあ、ここはまた研究の枠をさっさと解放させるっていう意味で異性動物園にしましょう。それだけですね。いやこのプーンも悪くないんだよね。プーンここに進出先にしちゃう、国境を接しちゃうけど、
どっちが先に取り合うかっていうね話かなと思うんですが、ここでどうだろう、造船所で造船できるだけの鉱物資源が溜まったけど、これで使い切っちゃうと他何もできなくなっちゃうので、もう少し鉱物資源が溜まってくるのを待ちましょう。このままで、その間に今後の動きなんですが、エイプリリーで今、お金の2を確保して、今バゴルにいる建設船、これをニザードロームに移すんで、ここでも3と、お金が3、鉱物が2手に入って、ヤミザーの5、6、それぞれお金と資源が入ってくるというので、資源の確保はこのまま進めていきましょう。で、もう一回またセクター管理のところに戻っちゃうんですが、セクター管理でアトミーを増やしちゃおう。そうすればオスカーあたりに勝手に入ってくれるんじゃないかな。あとターバン、このあたりを増やせばこのドリマスクあたりも勝手に開始電がやってくれるんじゃないかなという期待値を持って進めちゃいましょう。艦隊が全然出てこないのが少し気になるな。 まずはともあれホワイトベースを作ってしまって、あとサラミス級を何隻か入れたいんで、駆逐艦ですけどね。サラミスって実際には駆逐艦なんでしたっけ、巡洋艦なんでしたっけ。あのガンダムの話をいきなりし始めてますけど、できればね、ホワイトベースって位置づけ的には強襲揚陸艦とかになってるのかな、巡洋戦艦になってるのかな、ちょっと微妙なところだと思うんですけど、いずれにしてもホワイトベースを中心にホワイトベースだけを運用していくっていうのは難しいので、ホワイトベースを、援護するような守るような艦艇、すなわち巡洋艦とかをある程度数揃えていきたいんですよね。でそのためにはやっぱり鉱物資源と、その戦艦なり船なりを維持するためのお金が必要になるんで、ここの確保をね最優先にしていかなきゃいけないっていうのが実情ですと。特にお金ですね。なので、どうしようかな。お金が今マイナス1ずつになってるのはニザートロームとヤミザーで回収できると思うんですが、その後なんですよね。また船を増やしたら船の維持費がかかるんで、バランスが少し難しくなってくるかなというところです。敵対的艦隊、古代の採掘ドローンっていうのがいるね。ここといつ戦闘になってもおかしくないってことを考えると、オスカーン、サイフ、ターバンってどこ、ターバンにいる艦隊っていうのはここか。ターバンにいる艦隊も動かしづらいよね、前回戦ってるもんね。サイフ、やっぱ地球圏にいるこの艦隊だな。この艦隊をできるだけ早く北上させてあげたいっていうところかな。
Using recently developed technology, an already extant mining station can now mine a strategic resource. These rare resources confirm. タイルの除去もやりたいな。タイルの除去やっちゃおう先に。最大エネルギー保有量5000っていうの大きいけど、5000までたまらないからね今の。こちらの力を考えると。残念ながら。造船所でホワイトベースができたんで、サラミス、さらにガウラー、ガウブラーですね、これを何隻か入れてあげて、できれば4000ぐらいの艦隊にしたいね、第2艦隊は。なのでちょっとこのまま止め置きます。ただお金がものすごい勢いで減っていくんで、さっさとお金を回収してあげないとまずいな。今だとマイナス11ずつ結構なスピードで減っていくという状況になったので、セルドラ欲しいな。セルドラヤミザーは欲しい。セルドラヤミザーが欲しいので、セルドラに建設船を派遣しておきましょう。先にね、すぐにでも前線基地を作れるように。でセルドラに艦隊を常に駐留させておくっていうつもりでいればいいかな。でお金が足りなくなってくるのはこのセルドラ、サイティーン、ヤミザー、この辺りの お金の資源通貨を確保していけば、まあプラマイゼロぐらいには持っていけるかなというところなんで、それまで持たせられるかどうかですね。敵対勢力いるね、ここにも。キラムにも古代の採掘ドローンがいるね。この辺りのドローンを撃破して先に進んでいかなきゃいけなそうな感じかな。この先さらに進行していくためには、でさらにコールペットを、まあ、3隻4隻つけてあげれば、まあ、戦艦のホワイトベースで、巡洋艦、駆逐艦、それにコールペットっていう形で、艦隊の、まあ、中枢というかね、構成が完了するかなと思います。先に欲しいのはセルドラかな。ヤミザーよりもセルドラの方が得られるものが圧倒的に多いんで、先にセルドラに入りましょう。このあと60溜まったら、今25なんで、この5060に溜まったら先にゼルドラですね。ゼルドラ、画面中央上部ゼルドラ、ここで通貨6、鉱物9、
を確保しちゃいましょう。でニザートロームの鉱物資源の採掘所が完成してるんで、ここはヤミザーに進出だけしておきます。いや、お金が本当にまずいなっていう勢いでないな。異国麻薬、ゼルドラ、ヤミザ、この2つの開発をしてしまいたいけど、まだ政権を支配下に抑えるための影響力60が全然溜まってこない。でまあちょっと皆さん退屈だと思うので、まあしょうもない話を一つするとですね、一応今月末、7月末ですね、からですね、まあ、夏休みをいただいてタイと香港の方に遊びに行こうかなというところで、今チケットはもう抑えてあって、ホテルタイはねいつもと同じホテルで、香港の方も、ホテル抑えてますと。で今回はね、タイの女の子と香港に遊びに行こうかなと思ってるんで、2人分の航空機のチケットも抑えてありますというところなんで、すごく楽しみなんですけど、まあ暑いですよ、香港も。まあもちろんタイも暑いんですけど、タイはね、もうほとんどホテルでのんびりして、まあ夜、夜遊びに繰り出すっていう感じなんですけど、香港はね、昼間のアクティビティも求められてるんで、まあすんごい暑いんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、まあなかなかね、ない機会なんで楽しんでこようかなとは思ってるんですけど。で、その後の、旅行の予定という意味で言うと、一応9月にですね、これは奥さんとなんですけど上海で、11月にまたまたこれは奥さんとなんですけど香港に行ってきます。で香港11月何しに行くのって話だと思うんですけど、香港ディズニーランドでマラソン大会があるんですよ。なのでそのマラソン大会に出場しようかなというところで、エントリーはもう済ませてあるので、あとは飛行機のチケットとホテルですね、まあ、まだ11月なんで取ってないんですけど、その予定です。で今言った9月の上海の話はすでに飛行機だけ取ってあります。ホテルはまだ取ってないんですが、で同じ9月には、まあ、シルバーウィークがあるじゃないですか。で上海はシルバーウィークに行くわけではないんで、シルバーウィークは例によってタイに行きます。でタイに行く飛行機は確かもう取ってあったと思うんで、どうだったかな、ホテル取ってたか取ってないかちょっと微妙なとこなんですけど、ホテルもね取った気すんだよな。結局シルバーウィークとかだといつもと同じホテルが埋まっちゃうっていうこともあるし、埋まってなくても高い部屋がしか残ってないとかってことが結構あるんで、それはね痛いんですよね意外と。なんで9月のまあ早めに、まだ多分取ってないと思うんで、ホテルは取っちゃった方がいいかもしれないですね。まあちょっと今回のゲームが終わったら、早速9月のバンコクのホテル取っちゃいましょう。タイのバンコクのホテル、第二遠征艦隊は3000まで期待値が来たな。そうなるとコルペットあと2隻作って、これで
ゼルドラまで進出させましょう。オスカーンにいる艦隊はどうする？一旦修復に戻そう。オスカーンは修復のために戻す。で、第二沿線艦隊は多分3000を超えて3200ぐらいになってくれるんじゃないかなと思うので、戦闘地がそれをゼルドラに派遣します。まあ、この資源豊富なゼルドラですね。建設完了したで。3100止まりか。まあしょうがない。じゃあこれをゼルドラに移動します。うわ、この艦隊動かすのにめちゃくちゃ金かかるな。マイナス23になっちゃうか。一気に跳ね上がりますね、コストが。しかも今だと第3遠征艦隊も、まあ、傷ついた艦艇の修復のために戻してるんで、今2つの艦隊がアクティブに艦隊行動中のためにマイナス23はきついな。というわけで早速ゼルドラの開発を始めましょう。研究完了したで。いやー、ビームライフルとか正直いらないんだけどな。まあでも475サクッと割るっていう意味ではもうやっちゃいましょう。で、新しい違う研究内容のために枠を開けるっていう方が賢いかもしれないですね。まあ、今では第二遠征艦隊が艦隊戦闘値3100ということで一番戦闘力上がってきてるんで、これを、まあ、敵対艦隊が確実にいるであろう場所に派遣しておくのがいいですよね。戦争が終わりましたね、一つ。まあ、破壊帝国とティラスルスの独立帝国ですね。この右側で行われていた戦争が一旦終結か。ちょっと一旦時間を止めて、密輸商人の拠点襲撃、これがどこにあるかというと財布にあるんだ。まあ財布だったら今ちょうど艦隊いるんで財布。密輸業者ここだな。一隻の輸送船が軌道上に必要か。輸送船って今持ってないんだよね、確か。なので輸送船を作んなきゃいけないというところからかな。
宇宙基地、防衛、違うね、造船所、輸送船か、輸送船のクラスって持ってない気がする。確認しましょう。In use within our empire are designed here. New hull sizes and components will be unlocked as we research new technologies. Not yet. A visual representation of this planet's surface. The spaceport tab is where we view orbiting fleets and build new civilian ships. でも、これ建設船と調査船とコロニー船しかないから、どうなんだろう。輸送船っていうカテゴリーがやっぱりない。建造。そうだよね。もう一度財布見ましょうか。Mining stations are used to extract the minerals and strategic resources of the object they orbit. One ship's 輸送船が軌道上に必要って言われてもな。肝心の輸送船が今いないからね。操船をなんとかしてあげなきゃいけないんだけど、ちょっとその前にゼルドラだな。ゼルドラに行っちゃいましょう。ゼルドラで資源の確保ですね。いやー本当に厳しいな。こうやって見るとお金の減りがえぐいことになってるんで、本当に考えもんですね。このままいくと赤字になっちゃうんで考えないといけないな。どうしようかな。何かを売ると言っても売るものもないんで、かといってこのまま赤字に転落するというのもきついしな。どっかと交易の交渉をするにしても、まあ、あるとすれば、この食料だよな。食料を売って、その食料で、金をもらう貿易協定。提供するものがポップ。食料を毎月、6送るんで、代わりにエネルギーを毎月1か、まあ、1でもいいんで結果を待ちますか。1だけどないよりはマシっていう感じかな。あとは輸送船の話だな。輸送船の話、ここをどうするかだね。財布
軌道爆撃する？ちょっとこれやってみる。さて、ここの不正な連中をどうすればいいのかというのがわからないけど、研究をするには一隻の輸送船が軌道上に必要。ただ輸送船っていう艦隊のカテゴリーはないはずなんで、やばいな、金がない、金がなさすぎる、マジか。まさかここまで金がなくなってるとは思わなかったけど、いや、ここに来て学者割り当てって言われても学者がいないぞ。しょうがない、学者がいないと研究が進まないんで、学者を割り当てるしかなくて、あとお金だな。まとまった金が必要なんだけど、ちょっとまずいな、お金が本当にない。マイナス21でしょ。もうちょっと早く対処するべきだったと言われればそれまでなんだけど、ゼルドラの2を使っても全然足りないね。どっかでお金を工面しないとまずいですね。そうすると更新して、鉱物資源を毎月送る代わりにエネルギー通貨を
ちょうだい。よし、ちょっとはマシになるけど、それでもマイナス15だもんな。いやー本当にきついな。金がないのをどう処理していくかっていうのが、ここからいよいよ厳しくなっていきそうなんですが、時間がいい時間になりましたんで、一旦ここで終わりにして、次回少しお金をどう用意していくかっていうのを考えていかなきゃいけないかなというふうに思います。なんかちょっといい知恵ある方いらっしゃれば、ぜひぜひ教えてください。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。